駅では列車の一番前のドアだけが開きますので、運転士のすぐ後ろのドアボタンを押してお降りください。なお、ドアを閉める際は後ろのお客様に十分お気をつけください。無人駅でお降りの際、乗車券、運賃、整理券は列車が止まりましてから運賃箱に置いてください。整理券は運転士にお見せください。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。また優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではバザーコードに設定のみで通話はお使いください。ご協力をお願いします。駅により列車とホームの間に落下や隙間のできるところがありますので、お降りの際には足元にご注意ください。次は蘇我の滝に止まります。
一番前のドアだけが開きますので、運転士のすぐ後ろのドアボタンを押してお降りください。乗車券、運賃、整理券は列車が止まりましてから運賃箱にお入れください。整理券は運転士にお見せください。お降りのお客様は列車の一番前のドアまでお進みください。また、お降りの際は足元にご注意ください。